とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は先日に引き続きまして、好きなエンチャントランキングやっていきたいと思います。今日は弓編ですね。弓の好きなエンチャント、ランク1からランク5まで発表していきます。さあ、それでは、行きましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは好きなエンチャランキング弓編やっていきましょう。ランク1からランク5までつけております。ランク1が良くない方で、ランク5がいい方ですね。ということで、まずはランク1です。ランク1はこれ。4つつけてますね。ショックウェーブ、そして毒の雲、非属性、強打です。村人の破滅って弓につきますかね。俺あんまり見たことないんですけども、まあ、つくならば、村人の破滅もランク1に入ります。まずショックウェーブ。かっこいいのよ。雷がバリバリバリってなって、見た目かっこいいけども、ダメージが見りすぎる。これダメージ出す方法があるんですかね。まあ、知らないだけかもしれないですけども、今のところランク1です。で、毒の雲非属性。これも同じくダメージが少なすぎる。これを入れるなら、まあ、別のやつを入れるっていう感じですね。そして強打と村人の破滅。これもね、ステージによっては使えるかもしれない。でも、ステージ、大体敵ごっちゃになって出てくるじゃないですか。ゾンビだけ、村人だけっていうところが、まあないので、これを入れるよりも、他の方がダメージを上げれるのかなっていう風に思います。はい。で、このね、ランキングなんですけども、何回も言いますけども、個人的な意見です。好みですね。エンチャは本当に人それぞれの好みが出ると思うんですけども、俺の好みはこんな感じっていうことで聞いちゃってください。それでは好きなエンチャランキングランク2いきましょう。ランク2はこれです。衝撃、アイテムボーナス、毒の力、成長、ヒューズショット、爆発ですね。まずこのね、衝撃が強いらしいんだよね。強いらしいけども、強さを実感したことがないのよ。装備を持ってない。もしかすると、理想エンチャが出ると、あ、これ強いなっていう風に思うかもしれないですけども、今のところ、あまり必要性は感じてないっていうところですね。装備を持ってないので。そして、アイテムボーナス。これは、いいのよ。ランク3に近い2だと思ってください。ギリランク2ぐらいです。で、毒の力。あまりいらないかな。毒ダメージがもっと増えれば使うんだけども、今のところいらない。で、成長。遠くに離れて撃ったところで、そこまでダメージ増えないので、あんまり好きじゃないかな。ヒューズショットも、ダメージはちょっとは出るんだけども、あんまり発動しないので好きじゃない。で、爆発ですね。爆発は弓でそもそも敵を倒さないので発動しづらいっていうことで弓には入れないかなっていう風に思います。これがランク2ですね。それでは好きなエンチャランキング弓編ランク3です。ランク3が普通ぐらいっていうところですね。まず重力、ボーナスショット、採掘者、パワー、加速、長弾、スーパーショット、光の一周、リフレッシュ、クリティカル、追い打ち、アンチャンティング、浮遊射撃ですね。多いランク3多い。まあ、何か、入れなきゃいけないなっていうエンチャントでついてれば、これをつけるかなっていう。まあ、つけてもつけなくてもいいかなっていうぐらいのやつです。まあ、中にはもちろん使えるやつあります。特に採掘者とか、スーパーショット、光の一種。このあたりは、使えるところもあります。あ、浮遊射撃とかね。あるけども、そこまでの必要性は感じてはないかな。火力弓が出てきたら、スーパーショットとか、あと、リフレッシュ、クリティカル、追い打ち、アンチャンティング、この辺も輝き出すと思うんだけど、今のところ弓で敵をガシガシ倒していくっていうことがほぼないんで、俺はね、そこまで必要性を感じてないです。うん。まあ、入れてもいいかなぐらいのところで、ランク3はこんな感じです。多いな、ランク3。続いていきます。好きなエンチャントランキング、弓編、ランク4です。ランク4はこれ。球根、流れ込む魂、激動、オーバーチャージ、弱体化、貫通、連鎖反応、虚無、テンポセフト、ダイナモですね。まあ入ってるとすごく嬉しくなってくるエンチャだと思います。まず、ソウル系でこの2つ、球根と流れ込む魂、入ってると嬉しいよね。うん。激怒も高難易度で敵に打つとすごく役に立つ。オーバーチャージは、攻撃力が高いやつにつけてると何千万というダメージが出せるので、これはね、火力の底上げにすごく役に立つと思います。ボス戦で使える。で、弱体化虚無だね。この弱体化虚無は、敵のステータスを下げてくれるので、弓についてるとかなり重宝します。いいんじゃないですか。まあ、テンポセフもそうだね。敵のステータスを下げるので、いい感じです。で、ダイナモと貫通。これは、修正が来るかもしれないので、わかんないですけども、まあ、今のところはランク4ですね。無限ダイナモが、やっぱりこれはそこそこ使える戦術なので、ランク4という風にしてます。連鎖反応は、まあ、単純に何に入ってても役に立つので、ランク4に入れてますかね。はい。2、4、5、10個かな。とりあえず、ランク4はこんな感じになってます。それでは、ラストですね。好きなエンチャントランキング、弓編、ランク5です。これ、この6個ですね。無限、マルチショット、クールダウンショット、バースト、ボーストリング、アーティファクトチャージ、ロールチャージですね。ランク5、これダントツです。もうダントツで弓にはこれが入ってれば OK っていうやつです。もう理想的なやつとしては、本当にこのクールダウンショット、バーストボーストリング、で、アーティファクトチャージかロールチャージ。この3つよ。この3つのセット、プラス、無限、マルチショット。このどっちか。この4つが、もう本当に俺はベストだと思う。まあ、もしくは、場所にもよるんだけども、この3つね、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、バーストボーストリング、この3つプラス、弱体化か虚無。それだね。うん。まあ、とにかく、今はボウガンよりも、普通の弓にクールダウン系を入れた方が間違いないので、これはダントツの、ランキングですね。間違いないと思います。はい。ということで今日は好きなエンチャランキング弓編でした。ランク1からランク5まで発表しましたけど、どうだったですかね。皆さんの好きなエンチャント、どんな感じですか？で、何回も言いますけども、このランキング、個人的な意見、俺の好みとなってます。エンチャントはね、本当に人それぞれ好みが分かれると思います。まあ、どれぐらいかっていうと、俺、回転寿司に行ったら、絶対頼むやつがあるんですよ。それ、イワシなんですよ。イワシ。多分、子供たちは、イワシ頼まないと思うんですよ。でも、俺、イワシ好きで、絶対頼むんですよ。2皿は絶対行く。マグロとかサーモンじゃなくて、俺はイワシを行くんですよ。それぐらいの、個人的な好みです。よろしくお願いします。なんか言ってることわけわからんくなるけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。